うちのじいさんは新聞記者だったと。親父方のじいさんは新聞記者で、母方のじいさんは昔の社会党の国鉄という、あの昔今 JR が国営、あの見える線の前の、あの労働運動をしてた人なんで、まあ社会党と自民党のじいさんが同じ家に同居して話をしてるんで、まあ僕にはいいじいさんですけど、本当に2人の意見が政治の話になると食い違うんですよね。で子供の頃からなんでこんなことで争うのかなと思ってたんだけど、でもやっぱり立場が違えば物の視点は違うっていうのは子供の頃からなんとなく理解してて、まあ、この家庭内の融合をどうするかっていうのも政治の頃からだったんですけど。はあ、それでは、その、まあ、高校生で政治家になろうと思い、政治経済学科に行かれて、でなんか在学中に、これ松下政経塾の、あのプロフィールからちょっと取ってきたんですけれども、コンポジションっていう NPO 法人を設立されたと、はい、ちらっとなんかホームページ見たんですけど、なんかかなり鮮やかな、あ、芸術的な。これもともとさっきあの、はい、この今ちょうどこの建築マニアさんのフロアを借りて、はい、ニューストリームでイメージック TV と放映されてると思うんですけど、僕がこのコンポジションで NPO も、まあ、その地域の課題解決とかを、まあ、今までの既存の団体とかではなくてテーマを持って、まあ、NPO とかそういうものが変えていけるんじゃないかということで作った NPO なんですね。で、特に渋谷という東京都の渋谷っていう街を拠点としてたんで、渋谷って都会ですよね。都会ですよね。あそこ実はね、面白くて、人口確か3、何万だったかな、30万じゃないな、ちょっと人口忘れましたけど、昼間はですね、渋谷という街の機能は、昼間はよそから来ますよね、埼玉から来るし、神奈川からも来るし、東京の台東区からも来るけども、でも実はあそこの住民の皆さんって、かなり高齢化が進んでて、住民のための公共サービスが一方で必要だけども、で外から来る人は楽しむ芝居も必要で、まあ、こういう難しい課題をすごいはらんだとはあったんですね。で渋谷区って渋谷っていうのよく出てきて、そうですね、あそこって住居とかってあるんですか？あれは住居あるんですよね。JR 線とちょっと並行して京王線で私鉄走ってますね、はい、その周辺は大体の住居は住宅地があって、高級住宅があるんですけど、まあ、そうじゃなくて昔からある家屋もたくさんあって、結構公園です、年齢層ですよね。でとはいえ、やっぱりこう外からの文化もたくさん入ってくる街で、当時あの、表参道とか渋谷のですね、落書きが問題になってたんですね。要はあの落書きもいろいろあって、はい、あのお前死ねっていう落書きがあるとなんか、この子と会いたいとかいう落書きから、まあ本当になんですかね、あのリーガルウォールっていうんですか、その、あの壁、あのそのシャッターを使って、ものすごくそのアート的な、そういうスプレー缶を使った、まあ、その絵を描いてるような人もいて、まあ、バラバラになってたんで、どうせやるんだったら商店街の了解を得て、みんな統一したイメージの、そういうきちっとしたそのスプレー缶で描く、その絵をさ、オフィシャルな形でやってもらおうと、それもある程度子どもたちに、はい、こうその、あの商店街の端から端までこう絵がですね、はい、ストーリー性あるわけよ。確かに、はい、さらに言えば環境とかそういうものに配慮したもののストーリー性があるものがいいだろうということで、まあ、皆さんと一緒にやったんです、ね、でもこれ面白いことに、はい、あのきちっとした絵を描いてるんです、その上に落書きするやついないんですよ、うん、おかしなものいないんですよね。そのことが商店街の方に理解されるようになったので、はい、なんとなくそこで商店街の壁っていうかシャッターを使って書いて書かせてもらえるようになったんですけど、これもまた大人の世界と同じですね、はい、利権みたいなのがあるんですこの人が書いたところに誰かが罰を受けるとか、そういう仕組みがあって、そのスプレーで書く業界の中でもいろいろとあって、ね、どっちかというとこうヒップホップとかと同じで、はい、ヒップホップじゃないですね、まあどっちかというとこうあの何ですかね、あまああのこう何ですかね、こう昔ながらのこう何ですかね、アメリカのこう魂の文化みたいなのがちょっと若干あるんで、何ていうんですかね、あの
アメリカ文化を持ち込んでやってる人とアートの技術がものすごいある人とかいろいろまあ多様性があるんです。いろんな人が関わってるんですけど、その調整が実はうまくいかないですよね。役所もできないし、街づくりの人もできなかったんで、僕らはそのいろんな描きたい人たちの調整をして一つのテーマで描くと、その代わり役所もその場所、商店街もその場所に許可をさせてくれということを初めやり始めたんですよね。その誰ですか、そのスプレーで描く人 の, その調整を行うってことは、ニエナさんもある程度そういうのが好きだったんですか？いや、僕はですね、はい、何があれか、なんでそんな問題にかかったかというと、あのやっぱ芸術って、はい、アートって社会がやっぱりゆとりだと思うんですよね。で、ゆとりっていうか、ある種こう貧困層から生まれるアートもあれば、お金持ちから生まれる、富裕層から生まれる、そういう、なんていうんですかね、オーケストラとかそういうクラシックみたいな楽も、はい、音楽もあると思うんですけど、日本のその、例えばメジャーレーベルの J-POP に出る音楽を作ってるアーティストがですね、よりもっとかっこいい音楽とかいい音楽を作ってるんだけど、インディーズとかですね。でもインディーズでやることがよくいいと思ってて、そのメジャーになること嫌がる人もいるんですよ。はい。いますよね。ありますよ。で、そのインディーズの人たちが、その、なんていうんですかね、ある種のその、芸術活動やり、はい、まあ、音楽活動やりながら、なんとなく飯食えたりとか、社会の中で評価される現場が絵画とか絵とか、あるいは音楽とかスポーツの場でないかと思ったのが、どんどん始まるんですね。その多様性が特に今、まあ、地方都会的な街なんで、多様性を少しでもこう、なんか、日本の中でもそういうところあるよってもちょっと、はあ、作れないかなと思って始めたんですね。そのインディーズとしてやってる人たちはこういったその活動というか賛同していただいたんですか？ですね、もともとこの NPO を作る前です、はい、クラブイベントをやってたんです。青山とか六本木とか西麻布のクラブイベントをやってたんですね、はい、で僕自身も音楽が好きだったのもあるし、はい、でちょうどその時ですね、ただ小泉さんが総理大臣だったんですね。でも政治にも関わりだったんで、政治と音楽とアートみたいなものを結びつけて、若者にものすごくこう政治とか社会問題を身近に感じてもらう場所がないか、作れないかなと思ってですね、もともとは遊びでクラブに行ってたものが、まあ、そういうところから社会性を少しずつ帯びるような活動に変わってきて、最後は小泉さんと菅さんの対話を別のクラブでやったりとか、クラブ A というクラブと B というクラブを今でと、今 V チャット誰かがですね、映像と映像をつないで討論会したりとか、それを原宿のオーラビジョンに移したりとか、そういうのやってたんです。え、クラブに来るんですか？こういうクラブに呼んで、で、ターンテーブルを回せるわけです。え、こいつですか？服装を、ギアでもらってです。はぁ、やっぱ X ならそう。あ、いや、それが X なんですよ。やっぱり。だけど、ウケないんですよ。その、わかる、イメージあると思うけど、そういうふうにやっちゃウケなくて。やっぱその時に、こう、ある種若者と話す時のこう共通言語がないわけですよね。別に政策の話も大切だけど、なんかこう、なんかこう噛み合う部分がなかなかなくてですね。はあ。その時に、こう、政治家も、いろんな世代とかいろんなこう層の人との共通言語を持つっていうのはやっぱり幅の広さ、幅の、ね、広さがすごい必要だなと思ったんですけどね。なるほど。はい。え、その小泉さんとかのことにも、マニエダさんの団体も。そう、まあ他の人に協力してもらったりとか、そういうことですよね。一緒にそれってギャラとかってあるんですか？ギャラないです。ギャラなしで。ギャラなし。いや、結構それ、やると思いますね。まあ政治家はギャラなしで、はい、PR にもなるかなと思って、はあ、なるほどなるほどしたんですけど、で、まあ、その後に神戸製工場に移動されて、そして松下政経塾と、で、僕も一時期なんか松下政経塾に入りたいなと思ってた時があって、あれって試験とかってなんか作文を書くんですよ。試験は何だったかな、まあ、論文が1600字の論文だったんですね。これはテーマはですね、私の問題意識、何でもいいんですね。何でもいいんですけど、私の問題意識というテーマで、
1600人の論文を書いて、そうやって半分切られるんですね。僕の時は400人ぐらい応募してたんで、まあ、半分200人ぐらい切られて、その時にまあ一般に筆記試験とか、うん、まあその僕が受かるぐらいでその難しい筆記試験があって、はい、内容の試験があって、で体力測定はですね、体力測定、まあ、入ってから。そうですね。100キロウォークって100キロウォークがあるからですね、100キロ歩く、三浦半島一周ですね、があるんで、体力検査もあったし、掃除もさせられたしですね、一泊二日の研修なんですね。だから僕も気を許せないというか、布団の畳み方から見られてたんじゃないかなと思いますね。守衛さんの最後の挨拶のことを見られてたかなと。そうなんですか。あの、部屋っていうのは一人一部屋なんですか。部屋は、部屋これはですね、必ず一部屋に二人以上なんですね。ああ、なるほど。どうなんですか。まあ、寮生活です。ライバル。あの、試験の時。試験の時からそうですね。ですよね。で、まあ、ライバルなわけじゃないですか。話したりもするんですか。そうですね。まあ、誰が落ちるを受けられ、落ちる、受かるって話は確かにあったと思うんですけど、はい、まだまだ話があったんですよ。俺も考えなかったけど、多分あったと思いますけど、なんかバチバチな感じがしますけど。で、まあ、そうですね、私、設計塾に合格されて、昔、ちょっと前なので、4年の時でしょ。2年え、何ですか。松下設計塾って、4年間通うんですか。3年ですね、3年。で、今は4年間なんですよ。4年間増えたんですよね。ですよね。はい。で、なんか基本的な講師とかってつかない。講師はですね、幸之助さん。あの小之助だと松下幸之助さんの方針で、はい、初めから、専門の常勤の講師は置かないというのが原則なんですね。なんで僕らが初め1年生になって、まあ、政経塾に入ると、はい、まあ、各政治学とか経済学とか地方自治とか歴史とか文化人、いろいろ科目は用意されるんですけど、その中でどの先生を呼びたいかと自分たちに。自分たちでアポ取りもして、で1年間12回とかあるいは24回の講座で先生にお願いをして来てもらってということなんですね。で課題図書出されて、課題図書はまあ10回提供されて、まあ、毎日大体どういう授業だったかというと、まあ、例えば山口さんが先生だったら明日までに3冊本を読んでこいと言われるんですよね。1日で3冊無理ですよ。無理ですね。でもまあ6冊あるわけですよ。まあ、同期8人いたんですけど、はい、3冊読まないと授業で出ても意味ないので、授業はですね、もう読んだことは前提討論なんですよ。あ、だから要は、あの、はい、1+1 は2になりますという話は全くなくて、もうこうその基盤がある上での討論、ディスカッションなんですよ。はだから、まだ読んでないと意味ない。でも、はい、1人で3冊読めないですよね。はい、でもこれが読めるやつがおるんですか。15分とか20分で1冊読ませたらいるわけですよ。で、記載みたいなやつは、やっぱり1人か2人気に入ってですね、はい、まあ、そいつはいいけども、僕らは一般の凡人なんで読めないですよね。そうです。なんで、ここであの結束が生まれて協力するわけですよ。1章は三枝君読みなさい。2章は菊池で読もう。みんな協力するわけですよ。あ、なるほど。で、1章ごとレポート作るわけですよ。そうすると、意外に時間をかけずに、はい、まあ、2、3章分読んで、A4、3枚ぐらいまとめれば、一応朝みんなでビルブリーフして、1章ここだった、2章ここで、3章で説明をして、で、みんな協力し合わないと1年間真面目に勉強できない構造になってる。なんで、はい、あの、変なこうライバル意識もあるんですけど、正直。はい、でも、まあ、協力しないと最大のパフォーマンスを出せないので、結局協力せざるを得ない。その成績とかあるんですか？成績はですね、厳密に言えばあるんですけど、僕が設計塾が面白いなと思ってあるんですね。相対的な評価じゃないですね。周りとの比較の中で、リーダー君は A です、B ですって話じゃなくて、はい、入った時からどれくらい伸びしろがあったかって話。なので、別にその部分においては、例えば僕が、A 君よりも、ある種その、例えば論文の点数が低かったとしても、伸びしろがあったら、この伸びしろがあることに活動の予算がつくような仕組みなんです。だからどっちかというと、マイナス点をこう減点をするというよりも、あの、いいところを生かすという教育だった気がしますよね。だからあんま覚えた記憶が、まあ、よっぽどのことがない時にはないですよね。なんかそれだけ、毎日のようにその考え方される。
毎日なんかあったんですよね。まあ、お茶の授業とかもあるんで、お茶とか剣道の授業もあるんで、まあ、お茶はあの浦先生のお家元が、あの、まあ、教えに来てくれたりして、あと近くでも、まあ、作法は毎週1回必ず学ぶんですけど、まあ、日本人の、まあ、心というか、そういうものとか、あるいはその引用語行の仕組みとか、なんで京都の、あの、なんですかね、鬼門の逆には猿と鳥が飾ってあるかとか、そういうその、あの、なんですかね、日本の昔の町づくりの、その、まあ、ある種、今出てると皆さんと占いとか、そういう、まあ、東西の風水とかそういうのあると思うんですけど、そういうのの原型というか、まあ、を、まあ、その、佐藤の中で学んだりとか、そういう感じだったんですね。で、そんなの勉強もしつつ、さっき話でちらっと出てきた、100キロ歩くっていうこともして、はい、あれなんか歩くまでに練習みたいなのもしてた。ああ、練習、僕2回やったんです。40キロ2回やったんですね。初めてですね、100キロ。それ100キロ初めてですね。なんか僕、感覚的に、歩くんだったら歩けるんじゃないとか思ってしまうんですけど、実際どうなんですか？きついんですか？ですね。まあ、毎年リタイア多分出てないと思うんですけど、はい、24時間で100キロ歩くなんで、時間制限そうなんですね。なんで、5キロ、あ、1時間5キロペースずっと歩くんですね。休憩も入れてないからちょっとそれやってると思うんですけど、結構ですね、例えば、今の僕の体型になってると、この、ま、この股が擦れるんで、ワセリン塗っても擦れたりするんで、もう要は、だって、50キロ過ぎると出てくるわけですよね。例えば足の裏に豆ができるとかですね。はい、そうすると豆ができた状態で歩くとか、すべてもう何も処置できないですよね。その一応まあバンデードを持って貼りますから、もう全然意味ないわけですから、ね。どちらかというとその苦しいとかいうよりもそういうなんかこう豆が10個できたとか、そういうことでそのなんですかね。普通と伴いながら残り50キロ歩くみたいなところの。きつさと、あとはまあ同期で、8人いるんですけど、4人分かれてやるので、はい、4人一緒にゴールしないと、次の年度に合わせるわけですよ。1人が歩けないとなると、助けないといけないんですよ。はあ、それがやっぱきついですよ。きついですね。で、その途中でやっぱいるわけですか、その、いや、ちょっと疲れたけんって言って、何でしょう、気弱になるというか。まあ、それはやっぱありますよね。人それぞれ個人的になるんで。はあ。ね、そういうのを通してどういったことを学ぶというか、ああ100キロコールを学ぶ、まあいろいろ学レポートとかで、はい、あの学んだという人もいました。僕はもうクリアしたいなと思って。なるほど。そうですね。疲れてくるといろんなものが見えますよね。なんかこういろんなものを気分転換しないと疲れるんで、でもまあある意味何かで自由を出さない。人間やっぱりね、それなりに皆さん、プライベートでいるときは怒ったり、喜怒哀楽が激しくするわけで、集団生活で100キロ、24時間で歩くときに、やっぱり一人が自分出したら見られるから、やっぱりそういうその、まあ、忍耐みたいなことは一つあったかもしれないですね、そういう訓練があったんですね。で、あの、そういった生活を3年間で行っていて、はい、それもちょっとあの結構噂レベルの話なんですけど、あの松下設計塾の卒業試験もなんかちょっと変わってるっていう話をちらっと聞いて、はい、なんかお金を出されて好きな道っていう感じなのがちらっとなんですけど、だから2年目3年目は授業はないんですよ、ね、なんで僕の場合はどっちかと農業問題とか今ちょうど県会議員やってて地方行政に携わってますけど、やっぱり地方、地域経営っていうか、地方のガバナンスとか、あるいはこうコミュニティの経営みたいなところがテーマだったんですけど、自分のテーマに沿った、まあ、外国もそうだし、国内外問わず、いろんなまあ先進的な地域とか、自分がこういうの参考にしたいなという取り組みのところに、まあ、リックサックを背負ってみんな行ってですね。で、まあ、寝泊まりも自分でちゃんとして、その現場でそこの問題は何なのかとか、その取り組みのいいところは何なのかということを吸収をして、自分なりのこう、まあ、政策というか、まあ、このテーマに
まあ、その個人個人のテーマの、まあ、半月の成果みたいなところを発表していくんですよね。で、それ審査されて、それに予算がつくので、多分そういう意味で自由な場合が別に分からないですね。え、その実際どこに行かれたんですか、そのお金を。これ、結構行きましたね。今ちょうど話題の古川知事の知事室でも2ヶ月も平時にね。あと、僕は基本的には、まあ、国のことを学ばないと地域のことは分からないと思ってたんですけど、でも地域、国だとですね、やっぱり省庁がたくさんあるじゃないですか。はい、だからやっぱりこう経営という感覚では見れないなと思うんですね。だから地方の、地方は二元代表制なんで、国庁は一つの情報力を持ってるんで、部署も命令聞くじゃないですか。だから地方の首長さんのところに行って、国からどういうふうにお金が流れてきて、どういうふうな補助金が出てる、どういうふうな政策メニューが出てるか、それは市長がどう流れてるかっていうのを見ることがいいのかなと思ってですね、いろんな市町村、町村から、まあ、大きな政令市までいろんなところもあったんですね、現地とかもそうです。あとは農業問題だと思った、ちょうど TPP とか言われましたけど、ね、はい、まあその、自由貿易に関しては、ね、いろんな賛否ありますけど、まあ、日本はまあいろんな意味で受け入れざるを得ないところもあると思うので、その時に国内農家の方をどう守るかという話をちょうど2006年、7年ぐらいにやったんですね。いろいろあるんですね。その松下政経塾の塾生ですけどって言ったら、結構会えたりするものなんですね。そうですね。今より会えるかもしれないですけど、今より会えたんですよね、いろんな人ですね。そうですね、グラウンドがあるんですよね。で、松下政経塾を卒業されて、で、まあ、今の菅首相と一緒。はい。1年半、1年10ヶ月ぐらいやったんですね。そうですね。もう初めから決めていたんですか？いえいえ、僕は、はい、大学の頃に少し家に住んでたこともあって、はい、家に住んでたけど、まあ、政治をやろうと思ったきっかけをくれたのは、大学の時に、たまたま当時、一緒にたまたま住んでた女、彼女がですね、に振られて、なんか別れて、うちの家から別れて、はい、で駅に行くじゃないですか。はい、でもう一度謝らないかなと思って追って行ってたところ、まあ、それで別れますよね。その時たまたまですね、高円寺の駅前に菅直人来て、ビラが貼ったんですよ。本当そう。それで、まあ、俺、そういや高校の時この人通われてたなと思って、確かに、でなんか厚生省もなんか意外にのいろんなことを明らかにしたなと思って、はい、まあ、自民党と政権与党じゃないけど、まあ、話聞いてみるかと思って、高円寺の駅で演説を大学2年生のちょうど広島のバスジャック事件とかじゃあったんですけど、ゴールデンウィークでさ、その日だったんですけどね。犯人福岡で、そう子供、未成年が、そうです。その時、その日だったんですね。でその日に会ってで、たまたま話す機会があったんですよね。まあ、なんか演説の車から降りていく。当時、森さんが総理大臣だったんですよね。新紀郎とか言われてましたけど、森さんが総理大臣で、まあ、解散総選挙するっていう前だったんで、まあ、選挙が終わりすぎないように来ておったんでしょうね。でそれで、まあ、もうそれも政治やりたいんですけど、なんかどうやったらいいですかって聞いたんですよね。はい、これやっぱ縁でしょうね。明日事務所に来れるかって言われたんですね。それで事務所の携帯とか本人の携帯を書いてもらって、はい、こう何かの縁かなと思って、すぐに今でも10時ぐらいに電話したら、こう電話が出て、今、高円寺から三鷹っていうところが戦力で三鷹があるんですよね。だいたい15分ぐらいなんで、電車乗って行って、そこが初めての縁、いきなりその大学生なんですけれども、そう大学生になりたくて、って話をしたら、じゃあ明日から。そうですね。僕の自分はもう、まあ、あれですね、3人かませれば会いたい人に会えるっていうのと、あともう一つは、ダイレクトに行くのが一番いいですよね。誰かをかませるよりも、やっぱり、まっすぐで行った方がいいと思うんで、まあ、その時に、年齢がなかなか行ってると話しにくいところもあると思うんですが、まあそれはそれで、菅さんの時はうまく、なんかわかんないですけど、なったんですよね。で、3年間、まあ僕はこの NPO の活動を
やり始めたのも、ある意味言われたんですよね。要は、お前政治家になりたいって言うけど、俺はずっと市民の運動やってきたと。はい、テーマを、なんか解決したいというのテーマがなくて、世直ししたいとか、そのわけわからんこと言うなと。っていうのがすごい言われたんで、はい、まあ、そういう中で NPO をやったのもあったんですよね。作ったのもあったんで、まあ、そういう意味でいろんなところで、そういう影響は若干受けてるかもしれないですね。ということは、大学生時代の3年間で、2年、就職活動の期間は入ってないので、3年ですね、3年のうち2年ぐらい。2年ぐらいで、で、まず整形塾、就職してから整形塾に行って、また戻ってきて。戻った時も、僕はそのままね、はい、福岡に帰ろうと思ってたんですね。はい、で、整形塾の時から、この福岡の西区でやろうと決めたんです。はい、たまたま坂口、こう建築マニアの坂口社長と実はうまく協力してもらう縁もそこの前の交差点なんですけど、そこの交差点で本当にここでやろうと思ったんですよ、ね。あ、なんかフィーリングだと思うんですけどね、はい、湘南にもすごい似てて、はい、でも意外に保守的なところかもしれないけども、球大にも来ていろんな可能性もあるし、すごくなんかまあ、ここで設計塾の時に藤沢氏と茅ヶ崎氏ともちろん関わったんですけど、だから環境すごい似とったんですね。で、都心にも近いし、空港も近いじゃないですか、はい、20、30分まで行けるんですかね。なんで、これほどの可能性と、まあ、ここだったらなんかこう、選挙にやりたいというのも、この町に住みたいと思えるなっていうのがあったんですね。はい、で、そこで、今ちょっとその、僕は事務所があった交差点で、はい、ここでやろうって決めて、整形塾卒業して、こっちに帰ってこようと思ったときに、もう手紙出したら関西ですね。卒業するんで帰りますと。はい、たまたま電話かかってたんですよ。次の3日後ぐらい電話かかっていて、で、高知で思ったんですね、その時ね。はい、高知は僕の、だいぶ後輩の県会議員、僕ら先にやってるんですけど、はい、で、そいつのところに行って、ここに手紙もらってるけど、帰るって何みたいな話だったんですね。はい、で、なんか、つてがあるのかと思われたんで、全くないと。ただ、福岡市西区というところでやりたいと思ってるんですって話をしたんですね。はい、そしたら、ちょっとそんな計画性のないことやめろって言われて、一回呼ばれて事務所に行ったんですよ。だからなんか協力できることやるからって言われたので、いろいろ言ったんですよ。福岡帰りたいんで、はい、まあ、福岡を見せた松本龍さんとか、いろいろあったりとか、はい、松本さん紹介しようかとか、いろいろあったんですけど、まあ、結果的に、まあ、藤田和也衆議院議員とか、あんま縁がなかったんですね。はい、今は菅さんの派閥の事務局長がやって、まあ、それもだから縁があったから来れたんだと思うんですけど、はい、まあ、とはいえ結局何かって政権交代するんで、うちの事務所手伝いってことだったんですね。あ、なるほどね。で、ただ僕は統一地方選挙4月、この前4月の県議選では小橋宿でやりたいので、そこまでしか、まあ、入れないけどっていうことだったので、まあ、そこから1年ちょっと、まあ、仕事しながら。プライベートもなく、はあ、で、もうその1年半ってことは、まあ、忙しい時期、そうですよね、政権交代で選挙もそうですけど、選挙も終わった時ですね。だから僕、選挙も本人の選挙区にいなかったですよね。東京選挙区、いろいろ自分のね、なんか中みたいな人がいるんで、そこに手こ入れに行かされたりとか、そういうのがあったんで、はい、ほとんど本人の選挙何もせずに、いろんなところを回ったりしましたね。なんかその僕がすごい気になったのは、そのカンさんは人柄ってどんな人なのかなっていう人柄ですね。その人柄ですね。なんか考えてこれ本当に僕、はい、結構身近だから思うんですけど、はい、まずうるさいです。まあ、うるさいっていうか厳しいっていうか、でも、僕は若者には受けるんじゃないかと思うんですけど、意見は聞くんですね。ただ自分の意見もちゃんと言うんですよ。で、喧嘩にもなるんですけど、でもね、日本人とちょっと違うのは、その後のこう切り替えが早いんですよね。怒っても別に、じゃあ飯食いくかみたいな感じなんですよ。なるほど。だからそういう意味では結構こう、僕はオープンな人だと思うんです。まあ、総理になるとやっぱなかなかね、いろんな言葉の使い方とかあるので、こう、まあ、マスコミのメンバーだから、ね、はい、なかなか言えないのがあるんですけど、もともとはそういう人だと思いますね。はあ、
で、なんかその首相になってなんかこんな風な人柄の変化というか変わったとかそういうのもあるんですか。いや、だから総理大臣って重いんだなと思ったんですよね。あ、財務大臣の時まで僕いたんですけど、はい、やっぱりテレビの映り方も発言もそうですし、はい、扱われ方も違うんですよね。で、大臣までは SP は2名なんですね。はい、総理になると、もう聞いたのは18名とか、ね、プラスまあ官邸にもいるからですね。やっぱり全然やっぱちょっと違うんでしょうね、総理大臣。あれですよね、確かその移動するたびに県ごとにあれ変わるじゃないですか。その話が面白いなってですね。今のアメリカの財務長官がガーッとガイターと、はい、あの会談をして成田空港から降りて、はい、まあ国内に来た時は海外一緒に行ってないんですけど、海外で松井公と一緒に行動したこともあったんで、かなりですね、まああのまあ、大臣の車のですね、両隣は車走らせないですよね。おうおう、県警、まあ、例えば成田から千葉県警がちゃんと後ろと横とちゃんと横を押さえてですね、はい、交通封鎖するわけです。で、東京に切り替わるところで、全くその違いが変わって、ある種の、その、なんていうんですかね、縦割りじゃないですけど、あれです、そこからあの警察、警視庁がずっと、はい、あれなんていうの、誘導するんですけど、まあ、高速道路は迷惑ですよね。もう本当に県を境に、ガラッと変わってしまうという、ね、ことなんですよね。はぁ、なるほど。だから、そういう演説会とかあるときも、やっぱり、例えば駅前でやるとすると、この美馬塾の路地も含めて全部あの警備が配置されますので、はあ、で、やっぱり当然、この間のこの地域の犯罪状況とか、あるいはその福岡県、まあ、多分この後結構広い範囲での、はい、最近、右翼がどういう対策をしているとか、そういうのも含めて、やっぱりちゃんと警察は知っていると思うので、はあ、そういうことをやっぱり。結果、顔も分かってるわけです。あの人がいるみたいなです。あの人がいるから気をつけてくださいとか、そういうことも、まあ、すごい、警備はすごいですよね。日本の警備は。で、あれですよね、SP ってあの、カバンを、鉄板の中だったりもあですよね。あ、すごいです。まあ、そういう、そこで、まあ、監査のもとで勉強して、で、まあ、実際にこのため、議員になられて、でも、まあ、これだけ、あの、政治と、身近にいたら、議員の仕事とかも、まあ、割と実際になってみてもこんなもんかっていう感じなんですか。やっぱりその初めての発見とかもあるんですか。実際に議員になる発見は、まあ、でもあるんでしょうね。あるんだと思うんですけど、そんなに、まあ、まあ、これは初めての発見ではないですけど、はい、一番変わったのは、今までやっぱり、菅直人が紹介してくれたからできたものとかあるんですよね。その名前でやったことがあると思うんですけど、自分の名前でできるとは新鮮ですよね。自分の行動をして話をして何か変わるっていうのは、まあそれは細かな、例えばね、あの川になんかこう写真をつけることを一つ取っても、はい、そういうことはできなかったんで、それは一つ違うみたいなのがありますね。で、なんかその議員に実際になって、そのこんなことあったのとか驚いたこと。そういうことってあります。議員になってもどうやと思うんですか。あ、でもそれはあんまりないんですよね。ないですね。みんなと驚いたっていうのはないですよ。ただ、西区は昔から伝統的な町なんで、はい、そういう地域の人のつながりが強くて深いっていうのは思ったんですね。あ、うん、でもやっぱり僕の場合は運があったのかもしれないし、これからは努力する必要はありますけど、うん、本当にここの建築マニア坂口社長とそこで、もうそこでここでやろうと決めて、今自分事務所にして、多分僕みたいな生まれも育ちも西区じゃない人間、ここなかなか入りにくい地域なんですよね。でもたまたま、はい、あの本当に地元で長らくずっとあの汗を流されてきた入江田純美先生という県会議員が有効優待をされたのもあったしですね、はい、で今自分にもこの現役候補にも、議員さんが、歯科議員さんもいなかったこともあったんで、そういう意味で、よそ者の僕をたまたま受け入れる土壌が少しあったというのは、僕にとってはラッキーだったんですね。だから、一つ一つ、
丁寧に仕事をせんといかんだと思うんですけどね。楽しいですね。あの西区はこれから本当に球大のこともあるので、そうですね、ちょっと、はい、目いっぱい動いていただきたいです。そうですね、で、なんかあの僕気になっていることが一つありまして、はい、まあ町を中心に活動されてて、そのプライベートって何されてるんですか？プライベートですか？でも映画見に行ったりとかするしですね。普通に天神とかに行ったりとかするんですか？天神は行きますよね。洋服買いたりもするし、普通に本屋も行くしですね。僕は海適当に、これ勝手に一人の泳ぎに行ったりとかするんですね。なんか趣味とか。趣味はですね、でも結構まあ、まあ、本屋は好きかもしれないですね。あただ、あとはまあ、酒飲むとか、あんまり趣味って言えないかもしれないですね。はあ、なるほど、なるほど。分かりました。じゃあ、はい、まあ、三枝さんの話をたくさんしてもらったということで、はい、だいぶ40分間おしゃべっていただいたんですけれども、はい、では、一つコーナーをちょっとやりたいと思います。はい、イマジュークボックスというコーナーで、はい、こちらは、がっつりこちらイマジュークのことを、話していただこうかなっていうコーナーなんですけど、今回は三枝議員が来られているということで、はい、そのイマジュークの構想といいますか、イマジュークは今後こうなったらいいとか、あのこういうふうにしていきたいとか、こういった魅力があるっていうのが、もしあれば教えていただきたいんですけれども、はい、イマジュークはやっぱり古い町だからですね、はい、あのどっちかというとこう高い、まあ、マンションがそこ建ちますけど、はい、そんなに高いマンションもたくさんあるわけじゃないので、一般の皆さんの生活はずっとあるところだと思うんですね。なので、まあ、あんまりこう開発をするというイメージはなくて、僕はやっぱりその今までの史跡とか資産とか、そういうものを活用すべきじゃないかなというのは思ってますよね。海もあり、海もあり、山もあり、ね、もっと活用の仕方があるはずだと思うんですけど、そこはなかなかうまく活用できてないところもあるかもしれないですね。多分あの僕はよそ者だからですね、はい、親はもちろん怒られましたけど、あの本当恵まれた地域だと思うんですね。そういや自然環境含めてです、はい、でまあ旧大生ですから、はい、旧大生はそこまで入ってくる地域ではないですよね。あ確かに、はい、あうん、たくさんいる地域ではないので、はい、そういう意味では旧大のことは旧大に頼みながら、いろいろ、まあね、頼みながら、はい、自分たち生活で柔軟性もちゃんとできるという意味では、まあ、特に、まあ、あの唐津街道とかありますけど、うん、ああいうところの生かし方とか、はい、もう少し考えていく必要があるのかなと思うんですけどね。はい、なんか今宿僕的にはもっと旧大生が来てほしいんですよね。あで、なんか、部長早いんですか？小山さんが来てます。逃げづらい。せっかくですか？はい、あ、小山さんが来てくれました。今日はひげづらい、ひげづらい、ひげづらいと申し上げました。はい、いや、もうすみません、話しつけますけど。なんか学研都市とかは旧大が来てすごい大きく変わったじゃないですか、あちらの方は。で、結構今宿の方はあんまりその変わってないのかなっていうイメージがあって、でもっとその今旧大生とかっていうとたまり場というか遊び場というか、そういうふうに、若い人たちが集まれる場所っていうのがなかなかないので、そういうのをなんかこういう今宿で作りたいなっていう思いがあるんですよね。山もありますし海もありますしっていう、だからなんかその若者が集まれるような何かがないのかなと思ってるんですけど、どうなんですか？部長どうですか？若い方が集まれるイメージですか？ね、まあ、まあ単純にスポちゃんみたいなとかね、若い子が遊ぶアミューズメントパークみたいなのがちょっとね、そういうのがあれば、以前も言ったけどその映画館とかですね、そのイオンのところにあったんですけど、まあ、地域の犯罪とかいろいろあって、あ、そうなんだったっていうのもあるんで、まあ、そういう面では若者にはちょっと優しくないのかなと、ありますね。うん、山とか海とかそういったのを押し出したいですね。ああ、ね、去年は山があるし、なんか海があるんですよ。釣りがあるんですよ。そういう面ではね、どっちもあるけど、旧大生やるのかな。
釣りとか。どうなんですか、あんま聞かないですけど。なんかその三枝議員はその旧大の方の開発とかうまく関わってたりするんですか。旧大の開発はまだそれは関わってないです。だからどういうなるかって何だろうわかりますけど、あ、だから元岡みたいな感じには多分イメージがならないですよね。やっぱり昔からも住んでる方も多いしですね、その資産を生かすのがいいかなと思うんですよね。で、なんか旧大印象ってのもないですよね。ああ、旧大のこととかって言いたげに飛んでもいいんですか。旧大のことはどういうことですか。いや、旧大電波悪いんで、携帯の電波が悪いんで。どこも。いや、全部です。全部。全般的に悪いんだ、その電波が。で、大学生が集まってるってことは、それだけ携帯を使われるじゃないですか。でも電話できないんですよ、だから。それだから、なんとかしてほしい。どこもの社長と、ツイッターで孫正義さんが天ぷらを立てるとかよくあったやつだね。やりましょう。やります。やります。でもソフトバンク結構学校とか大学とかはかなりずっとやってるって言いますよね。その順番がまだ違うのかもしれないですけど。九州大学で、あとあれですね、近くにそのスーパーを作ってほしいです。九州大学近くに。あのキャンパス内にローソンが1個しかないので。あの島、あ、そうか。糸キャンパスはあの島のイオン店があるけど、ちょっと遠いかなと。いいです。そこはやっぱね、気軽ではない。球団の中からちょっと買い物行くような。そうないですね。ないですね。ハローデーだとか。古戦ですか。ハローデー。遠いです。遠いですね。ハローデーで作ってもらおう。頑張りようけどね、ハローデー。頑張ってますよね。そうなんですね。うん、俺いつもハローで。どんなハローでですか。僕はあの福重から帰るで。で、なんか本当になんか球団の中に寮があるので、そういう寮生とかはすぐ買い物一つ取っても困ってる現状で。まあ今からできると思う。まあさすがにできる。5年後に文系も全部移転してしまうんで、あ、全部そこに行くんだって。全部です。医学部以外は。あ、東区にあるのは医学部は箱崎にあるのは。そこが全部こっちに来ます。で、医学部はその九大病院の。はい、と、あと芸術工科、芸工も九大か。はい、大橋の。いや、確か大橋のまんまです。その2つ以外はあの全部。だって規模的にはすごい規模になるんですよ、ね。いいですね。2万でも1、2万とかじゃないですか。そういうところがないですね。でも環境が整ってないので、ちょっとかわいそうだなと思います、ね。もう六本松もないよね。ないですしね。まだ勉強できる環境ないですね。ぜひ、見えない人の力で、電波を取ってくれます。電波とか。とりあえずは、とりあえずは電波はということで、議員さんにこう頼めることっていうのは 何があるんですか。あ、いや、でもどういうことですかね。まあ町で困ったみたいなことを、うん、まあ一番わかりやすいのは結構まあある程度の地域とかそういう方々が困っていることを解決するのが一番やりやすいです。うん、一人じゃない。一人じゃない。で、まあ、司会とか、小状況の通学組で、そういう組織で行かないと。そうですね。で、個人のこともやりますけど、ただ、その方が役所は取り組みやすいんです。まあ、みんなが困ってるっていう。そうですね。でも結構、個人個人のことを進めてしまうと、なんか、何でも屋さんというか、僕一回ある事務所に入って見たことがあるんですけど、なんかその保険のことが分かんないから教えてとか言ってて、でも実際断れないじゃないですか、来たら。で、実際保険を説明してたりとか、そういった保険も経験したことがあるんで、その、何でしょう、断る基準とかそういうのってあるのかなと思って。でも昔は特にね、はい、この西区の西部とか、その、あなたで生まれる人は、はい、あんまりそれはないですよね。
まあ、まとまってちゃんとやろうみたいなのがあるんですけど、都会になればなるほど、意外に個人的なこうものが多いんですよね。うん、窓ガラス割れたから、なんか窓ガラス直してくれるとか、招待してとか、そんなもん見たことありますし、まあね、大変だと思いますね。いや、素人の一般市民から言うと、要は議員さんっていうのは何をしてるのかっていうのがよくわからないんですよね。どういう、だから国会議員をあんなにテレビで見てても、まあみんなで喋って、まあ予算を決めて、まあ手を挙げてっていうのはわかるんですけど、僕らは何を今あげればいいんだみたいな。だからまあね、県議会議員さん、市議会議員さん、そうです、何回かいろいろ頼んだことがあったので、それでみたいな、なんかね、まあそう、あの、何ですかね、昔思ったことはですね、税金がなかったらとか、年金がなかったらとか、保険がなかったらっていう前提、多分お金が自動的に制度としてもらってたりすることがたくさんあるからですね、もらってたりとかそういう仕組みがあったりですね、だからそれが公がして年度の予算が決まって、それがあのそういうサービスが受けられるっていう実感がもないのかもしれないですね。そうは、昔と違ったんですね。子供手当っていうのはあんまりいい制度とは思わないですけど、ただまあ分かりやすいことは分かりやすいですよね。ただまあいろんな問題がかなりあるけど、まあそれまあ、それはね、制度的にもしかしたんだけど、昨日お客様と話してたら、はい、出生率が上がってる、上がってますよ、いや、ね、そうなんですね、上がったって。で、これね、その、うん、だからやっぱり、ずっと下がってたのに上がったってことは、何かにやっぱ反応してるんだろうから、子供ってやって。いや、そうじゃない、まあ、もうそれもあるから、今の自分じゃ、まあ、まあ、あれ、フランスが、そうそうそう、だからそれ上がったって上がったんですね。だからそういう意味じゃ、やっぱり、出たってことはやっぱ何かしらいい気分、やっぱりそこが終わらなきゃね、それ話してて、あ、そうだったんだと、分かってる。だから本当、これ事実なんです。あの部長おっしゃったみたいですね、やっぱりあの民主党が一番欠けてるのは、ね、やったの個別所得保障がいいとか、まあ、いろいろあると思いますけど、あの打ち出した 4K って悪いっていう政策のうち、効果が出てるのもあるんですよね。一番出てないのは、高校無償が出てないんですよ。これ実は意外に僕調べたんですけど、出てないっていうのは、あれ、みんな嬉しがってますよ、ね。いや、嬉しがってるやつ。リアル、私の息子、今、中3だから、ああ、来年受験だから、ああ、大きいですよ、ね。県立がね、授業料高いなのと、私学に行くのっていうのは、切実な問題。そうですよね。で、あの要はあれって、結局、その生活が、厳しいので、高校に通わなくなる人が増えてるのでってことだったんですけど、実は、あの、退学する人の大学病不振だじゃないですか。あ、生活で見たらもう福岡県でもですね、結構少ない方なんですね。なのでその政策こと結構見えにくいので、でもまあすぐまあなんですけど、まあ、子供手当ではこう政策が見えにくいと思いますね。でも言われたみたいに出生率上がってるという。ああ嬉しいですね。けどあれもう一応廃止になるんですよね、子供手当の停止廃止廃止。いや、だから自動手当になるとか言ってますけど、子供手当の手当って何も変わってないんです。ああ、マスク報道の仕方が。ああ、なるほど。なので、変わらないですね。で、校則は普通に戻ったのかな。で、無料化できないですね。してないです。まあ、1000円。1000円を今なくしてます。もうなくして、普通の料金。普通の料金ですね。まあ、そこはですね。もともと無理かなと思ったけど、まあ、いや。マスクを取ればいいけど、もう、ことが多分。フリーとかなると、この県でもそうですけど、でかすぎるから、そのとこからこう手付けしかも、ちっちゃくて、絡まった絡まって、こうなったら、一個ずつこう、こっちはこっち、こっちはこっちっていうと、だからもう、こっちをすればこっちはああいい。それはもう、それもそうです、現実問題あるのかな。だからもう、ね、ある程度は、もう、いい意味で、ズバッといかないと。みんなのこと聞いてちゃってるか、できないですね。だからもう4割でも6割でもいいのであれば5ぐらいはないと、もう全部は難しいでしょうし、いろんな部分ですね。うん、それでさすがです。
そろそろ、はい、あの時間ということで、はい、あの最後に宮崎に感想を今日あの出てみた感想をそうですね、聞きたいなと思います。9回目にしてようやくありがとうございました。あの今日あの iPhone からですね、あの Twitter と Facebook と僕のブログで、まあ、あの Imagic TV を見てくださいと配信をしてますけども、あのこの取り組みにですね、僕もあの坂口、この元坂口社長とか大山商業の部長さんとかに携わっておられて、あのまだなかなか広がり出てきてないんですけど、あの少しずつこう今塾の方に参加してもらって、まあ、いろんな方にですね、はい、でもう少しこう、まあ、経済ベースって言葉表現変ですけど、事業として回っていけるぐらいのものが少しずつできていけたらなと思うんですね。例えばコミュニティの活性化のためにこういうユーストリームみたいなメディアもできて、まあ、本当にあ簡単にあの防衛自分たちの主張を防衛できるので、ぜひあの続けてほしいなと思います。今日はありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。あの先ほどちらっとあの話してたのが福岡県議会であのユーストリームを導入したらどうだという話も出てて、そうですね、県議会のホームページにはあのなんですかね、あの本会議の放映はですね、なかなか皆さんあの見ることができ見ないかもしれないですけど、もう少しこういうユーストリームとか活用すればコストも安く、いつでもどこでも誰でも誰でも簡単に見える機会がですね増えると思うんで、9月議会でちょっと提案しようかなと思うんですね。で、あので特にこういう今宿の地元でこういう取り組みがあってるんで、やっぱり安価にやれるというのもありますし、うん、そういうちょっと問題提起を9月に、非常にいろんな意味ではあの言葉にも、ね、そうです選ぶだろうし、そうです、緊張感されますよね。緊張感がある、緊張感ですね。ウエスターとかで似てるのとか言いますから、コメントも来ますから、知らないうちにね批判されたりするのがある。ぜひにもみんな iPhone を持ってもらって、ツイッターで見ながら恐ろ恐ろ発言してもらってっていう。まあ、いや、もし、あのユーストリーム導入されれば、おそらく日本初で。になるのかな。いや、なるんじゃないですか。竹押しも負けないぐらいの取り組みになると思うので。国会はユーストリーム配信されてない。あれは違うか。あれは配信、テレビ中継を配信しとくのかな。そっちに近いと思うんですよ。ああ、そうね。なんか、原発の、あれなんか、委員会あれは、孫さんとか出てたけど、あの原発の問題の時は、ユーストリーはすごかったね。すごかったね。テレビでは流れない。そう、流れない。本来 NHK で流すべきことを流さないってこと。流さないで、ユーストリームで、あれもお気に入りで。あの記者ですよね、ずっと。あれはジャーナリストが面白いね。ということで、あの本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、来週も今宿のゲストをお呼びして、今宿 TV を行っていきます。で、来週10回記念で、来週10回記念ということなので、もしかしたらちょこっと変わるかも知れない、まあ、そこは変わるかも変わらないかもというところなので、で来週の放送は8月17日水曜日の20時から21時、こちらユーストリームで放送しますということで、来週もぜひ見てください。はい、それでは本当にありがとうございました。はい、さよなら。